専門学校札幌ビジュアルアーツは北海道札幌市中央区北一条西9丁目にある専門学校。経営主体は学校法人北海道足立学園。略称は SVA。専門学校札幌ビジュアルアーツ北海道知事法人民科校。設置する学科すべてが職業実践専門課程に認定されている。姉妹校に 専門学校札幌デザイナー学院、北海道動物医療専門学校、専門学校札幌漫画アニメ学院、札幌観光ブライダル、聖火専門学校がある。卒業生には、モノブライト、星葉かなえなど、メジャーアーティストが在籍していた。また、サービスエース、海坊主など北海道でのインディーズを支える、アーティストも多数輩出。 五十嵐シ・博明が名誉学校長を務めている。北海道では数少ない音楽を学べる専門学校。テレビやラジオなどの収録現場として使用されることもある。札幌ビジュアルアーツ校舎に実習用ライブハウス、テレビスタジオ、写真スタジオ、レコーディングスタジオなど設備は充実している。総合校舎に多目的施設として200名。 収容可能な視聴覚大教室、作品展示用のギャラリー7、同じく総合校舎1階に位置する本格的なカフェスペース、ラシェルがある。札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅より、大通公園北側を札幌テレビ塔方面へ徒歩3分。ありがとうございます。